良い子の皆さん、こんばんは。今日もとっても楽しいレッスンでした。子どもたちの話をよく聞いてあげ、否定することなく、そうだね、共に遊ぶ感覚で学ぶことはとても大切なことです。難しい曲を弾きなさいと言われるより、簡単で弾ける曲、楽しいなと思うような曲を弾かせてあげる方が子どもたちは喜んでくれます。今日はエリーゼのために変奏コレクション、ベートーベン作曲エリーゼのために、ラモーのタンブラ、サティのグノシエンヌ第1番、ブルグミラー作曲小さな嘆きタランテラのメドレーで弾いてみます。音のダイナミクス、さまざまな音楽用語を理解して弾けるととっても楽しいのです。もっと上手になれ、もっとできる、練習を重ねることでできるようになります。明日も楽しいレッスンを。ミュージックオン。Thank you.
Thank you.